目黒ハスとの関係を疑う声も、有村架純、月9での恋人役発表後の意味深インスタに心配の声。7月スタートのスノーマン、目黒蓮主演月9ドラマ、海の始まり、フジテレビ系に、有村架純が出演することが発表された。有村が月9ドラマに出演するのは、8年ぶりだという。海の始まりは目黒演じる28歳の主人公が、大学時代に交際していた女性の死をきっかけに、自分と血のつながった娘の存在を突然知るという物語です。有村は今回、主人公と3年にわたって交際している、現在の恋人、役を演じるそうで、プロデューサーの村瀬健さんとは、2016年放送のフジドラマ、いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう、以来、久々にご一緒させていただきます。お互いの変わらない心根も共有しながら、再び能動的に作品を作れることを嬉しく思います、と、意気込みを明かしています、テレビ記者。そんな有村といえば、22年公開の映画、月の満ち欠けでも目黒と共演し、劇中の濃厚なラブシーンなどが話題に。